まあ、NHK の巨大な、まあ嘘で我々事実が分かんなくなってしまっているのは、まあ、最初に温暖化のお話したんですけども、えー、2回目には1年1ミリシーベルトというのをごまかしたこととあと、まあえー、国民が借金してるっていう件ですねこの借金の件は非常に大きいので、まあ、ここであんまり触れてもないので少し深く触れてみたいと思います。 おお、まあ、よそ1990年ぐらいからですね、えー、と消費税というのが始まりました、えー、とそれで国債もですね赤字国債というのが始まりました、まあ、それと大体同時期がですね、えー、環境問題の勃発ですねでこれらはですね、まあ、何が一番大きな原因になっているかっていうとですね、えー、とかつては日本国民は、えー、貧乏だったんですね まあ貯金はそれほど多く持てなかったもちろん持ち家なんては持てないで、えー、家を買うためのお金なんかは集まらないとたまらないとまあアパートを借りるもちろん、えー、大金持ちになったおじいちゃんの家をそのまま引き継ぐっていうのはあった,あったにしてもですねまあそういう状況だったわけです。そそそれれででう、えーまあ、ういう状況になってですね、えー、それが 高度成長が始まったわけですね、まあ、正しく言うと1954年からですね、まあ、1990年までの約36年間ですね、えー、高度成長のもとで日本の経済はものすごく良くなって、えー、給料はですね私の計算でっていうのがまあ大体みんな同じなんですが8.8倍になってます。 全般の年率率成長率が約9、まあ、1972年の石油ショックから後半の年間の成長率が4.5%というすさ、まあ、まじい経済成長が36年間続いてですね、まあ、日本はあ一躍世界一の、まあ、国になり我々の給料も8.8倍になる、まあ、大雑把には10倍になったわけですね。ですから、まあ、例えば今だったらあまあ えー、給料万万円が100万円がになる、まあ、当時私が大学に入った時の年間の1年間の授業料が9,000円でしたからね、えー、今まあ100万ぐらいですね、まあ、これ100倍になってると、まあ、いうような感じですからもちろんその当時は瞬間沸かし器追、えー、トイレ、まあ、こんなの全部ないという時代なわけですね。 酔い腰の金は持たないというほどひどくはないけれども、まあ、やっとやっと暮らしていくということで、まあ、2DK のアパートを借りれればもう最高だということで、まあ、2DK 夫人とか 3DK 夫人っていう言葉がですね、まあ、できたぐらい貧乏だったわけです。それが金持ちになりました。いつ頃から金持ちになったかというと、まあ、ざっと言うとですよ <laughs> あの細かいことすぐ追及してくる人がいるんですけどざっと言うとですね1980年ぐらいからですね 日本人の生活って余裕が出てきたんですよ。お金がこう、いつも周りにあるようになったんですね。そうするとね、やっぱり今までに体験したことないことが体験し始めると、人はどう考えるかっていうと、いやいや、ちょっとお金あるのおかしいなと、もちろん嬉しいんですよ。嬉しいと同時におかしいなとこう思うわけですよ。で、何でも買えるようになっちゃったわけですよ。で今まではもう、 ギリギリ生活してて必要最小限のお金を使ってたのがですよ余余っっててたたんんでですすよそれれは使い慣れない慣なから余ってきたんですねだって僕らその頃ですね私なんかも、えー、石油ストーブ家で炊いてたり、まあ、エアコンなんかもちろんありませんから、えー、それで重たいものを必ず一生懸命宅急便なんか使わずに自分の力で買ってきたんですよ。 そういうい習慣がありますからお金が余ってきたんですよそこでですね僕は当時の政治家とか NHK とか朝日新聞がそこまで頭が良かったとは思ってないんですけどまあ勘で分かったのかもしれませんねその庶民が集まって困ってたまって困ってきてるお金をどうしようかそこに狙いをつけなきゃいけないなとか思ったんでしょうね勘かもしれませんよ。 そこで始まったのが節約運動いわゆる環境問題なんですよだから朝日新聞と NHK が中心になって国民に宣伝し始めたわけですよ。これはもう非常に論理的ですね。この朝日新聞と NHK というのはそういう役割をするとこですからこの日本ではですねお金が庶民に集まってきたこれをどう取り上げるかということの先兵 これが NHK と朝日新聞なんですね。本人たちがどのくらい考えてるかはちょっとここで別ですよ。行為、彼らが取ってきた行為を科学的に分析するばそうなると。まあ、こういうことなんですね。それで、金が余ってるわけですよ。金が国民に余ってきた。貯金ができてきた。その貯金を狙わなきゃいけない。その狙いはどうするかっていうとですね。 貯金を使わせないことなんですよ。使っちゃったら、あその自分たちの方に回ってこない。政府とか、官僚とか、そういうとこに回ってこない。それから特権階級、そういうとこに回ってこない。エスタブリッシュメントですね、いわば。だからそこをどうするかっつったらですね、まず節約を呼びかけることなんですよ。もっと節約しましょう。我々は贅沢しすぎてんじゃないの全然贅沢じゃないですよ。だって1980年ぐらいにやっと余裕が出てきたっていうだけですから。 そのお金を本当は使わなきゃいけなかった。どういうところに使うかっ言ったら、例えば温泉に行くとか、もう少しいいものを買うとか、そういうものに使わなきゃいけない買ったのですよ。だって使っていいわけですよ。本人たちが働いて稼いだんだから。それで日本経済が発展したんだから。だけど、それはですね、嫌なんですね。そこで、石油がなくなるとか、これ嘘ですからね。ダイオキシンが毒物だとか、現在では地球温暖化だとか、こういう環境問題を言う。 からもう一つ型や,やですね「樽を知る」とかですよ「もったいない」とかですねこういう言葉を蔓延させるわけですエコとかですねそれでもう一つの狙いがあったんですねそれは、えー、男が財布を握ってた日本はもともと男が財布を握ってんじゃないんですよねもともとは女が財布を握ってるんだけどあのお金に余裕のない時はどっちが握ってても同じなんですよねどうせ使えないんだから。 まあギリギリ使ってんだから。ところが余裕ができて自分のうちに三百万の貯金ができてくると、それを握ってるのが女性だったんですよ。女性は自分の服ぐらいは買いますよ。だけどもう思い切った買い方はしないんですよ。それでどっちかっつったら将来が不安だから、その不安を助長するのが今度は、えー、年金公団が協力したわけですね。年金の破綻っていうのをやったんですよ。 これがやっぱり年の半ばなんですねこれはね作戦的だったかちょっとそこまで頭がいいかどうか分かんないんですけど年金を破綻させ環境問題の将来不安を言いお金が余ってて使い方が分かんないそれを決めるのが女性だとこう来たらですねもう決まってるんですよみんなが貯金するんですよ貯金して貯金してそうすると貯金みんなが貯金するってことはみんながお金を使わないってことなんですよ お金を使わないってことは物が売れないってことなの。物が売れないってことはどういうことかっていうと、銀行にその金があるってことです。じゃあその金をどうするかって言ったら、国が国債というのを出して買い上げて、政治家と官僚がですね、それを特定の人ですよ。特定の人に補助金とかいう形で出して、補助金とか政策もあるんですけどね。そして福祉が大切だ。 えー、環境問題が大切エコが大大切切エコだってそのの特定の層に出すんですよ。まあ極端なこと言えば僕はいつも言うように太陽電池の有名なメーカーのいや副社長さんが僕にですねいや財務省によあ大蔵省かなその当時呼ばれていや金が余っちゃったから太陽光発電に使ってくれよと言われたんでやりましたって言ったことがあるんですね、まあ、そういう状態ですよ。それによって役人は天下り政治家は票。うん 私は新聞で NHK 視聴者を取っていったわけですねだから、まあ、悪い人っていうか消費それで消費税になったんですよ。ちょっとこれもう一回やりますけどねとちょっと飛びましたから消費税が10%ぐらいになりつつあるわけですがこれを原因作った人もしくは国の借政府の借金が1,000兆円にもなったことを原因を作った人これは家庭のご婦人なんですよ。<laughs> 基本は。それを煽った人が NHK と 朝日新聞なんですねでまんまとですね作戦成功してそれで国民の金を約1,000兆円政府の方に巻き上げて消費税を上げて創設して上げてそして国民を相変わらず不安に駆られて節約をするというのが現在なんですだから消費税の元を作ったのは家庭婦人なんですね節約の概念。 だけどこれがねもう大変なんですよ。一回僕四国のね大学の女性の先生と対談した時に環境のために節約しろって。先生その節約したお金どうなんですかって銀行に預ける。あだったら同じじゃないですか誰かが使うんだからってねその先生分からない女性で貯金したお金がそのまま銀行に眠ってると思ってました。これがやっぱりこの現在の苦しみを作っているわけですね。